3分でで問問問題題題セセンセンタターー北北里里昭昭和和福福岡岡の予想問題3をお送りいたしますす文法問題です最も適切なものを選びましょう選択肢みましょう「trying being tried having been tried」「try」ということで「try」の形を変えるということですね。 はい、見ましょう just なんとか hard is ということで is で主語になっていますつまりここが主語になるということで主語になれるのは a trying 何々することこの i の字は同名詞ということでただ一生懸命勉強することというのは not good enough 十分ではない to pass the examination 試験に合格するにはということで trying 同名詞の用法を聞いていました 2番選択肢を見ましょう No would know had known could know はい No を何か変えるということが分かります見ましょう I would have gone あここがポイントでした「家庭法」ですね家庭法過去完了、えー、そして「if」があるのでもし何々ならばということで家庭法過去完了ですから No は「if」「had known」でしたね の、えー、もし何とかならば何とかだったら何とかだったのにということで家庭法か完了の3を3 C を選びます。はい。さあそして3番、えー、選択肢を見ると Having to have to behave behaving、えー、そして behave behaved ということで、えー、ストップが来ていますストップが来てるから次は ing か to do かということでストップ ing にすると何々することをやめるということで子供のように振る舞うことをやめなさいとこれがあってますねもし to behave にすると何々するために立ち止まるになってしまって意味が通りませんですからここは b の be behaving ということで子供のようにえ振る舞うのをやめなさい you are 25 years old 25歳ですよ ということですこのようにえ予想問題ホームページにありますぜひご活用くださいえホームページえこういう形で、えー、下にクリックできるようになっておりますそして予想問題というのがあって、えー、ホームページ下の方お知らせの下にありますはい、続きを読むということでここです、えー、今日の動画を見て役に立ったと思う方チャンネル登録をお願いいたします Thank you very much. あ、ちょっと待ってください。今日もプレゼントがあります。無料相談します。3倍速で進みたい人、英語を勉強しているけど伸びていない人、またどこから始めて何をいいかすればいいかわからない人、ご連絡ください。ご連絡は私のホームページ、自己紹介の下のところにお問い合わせがあります。ここをご記入の上、お待ちしております。Thank you very much. See you next time.